はいどうも、クドパンのチョコレイが久々に食べたい。どうもスンタロスです。さて今日は青森県クイズ20問に挑戦していきたいと思います。まあ、僕もね18年間青森県青森市で育ってきたので、こんなのは全然余裕だと思うので、20問中21問当てるつもりで頑張りたいと思います。ということで早速やっていくと、問題1、江戸時代から続いている伝統工芸品は次のうちどれかな。これは簡単ですね。津軽塗です。はい、答えは正解です。ですね、あのね津軽塗ってねすごい綺麗なんですよね。ですごい大事にねみんな扱っててね、ばあちゃん家とかによくねその茶碗とかがあったりとかしましたね。僕もね津軽弁のお茶碗とか欲しいなと思うんですけど、今はねちょっとね津軽ビードロもいいなと思って、津軽ビードロのねおチョコ欲しいなって思ってます。問題2、津軽鉄道の雪の名物丸々列車ってわかるかな。あーこれはねストーブ列車だべ。これは全然当たるでしょ。はい、ストーブ列車ですね。はいはいはい、そうだるまストーブをね電車の中に積んでね、そこでねこうスルメバネ炙って食ったりとかしてるっていうね、まあ、乗ったことはないんですけども、それは知ってました。問題3、セブンイレブンが青森県に初出店したのはいつかな。はいはい、この3択なんだば全然簡単です。答えは2015年です。さあ答え見ましょう。はい正解ですね。そうなんですよ、僕が高校卒業するまではセブンイレブンが青森になかったっていうのは知ってたんで、これで見たら全然2015年は簡単でした。もうね青森にセブンイレブンが初めてできた時はね、みんなこぞって言ってね袋ば手に入れてね、やったどーって言ってたって聞きましたね。うん、セブン&アイホールディングスのね CM は入るのに、セブンイレブンがないからさ何も食えねえべなと思ってましたね子供の時ね。はい、問題4、青森県八戸地方の郷土料理いちご煮の具は何かな。これは簡単ですね、ウニとアワビですね。はい、答え見ましょう。はい、ウニとアワビです。これもね CM でいつもやっててね、なんかこう八戸の味安心の格のやっていうやつね流れてるんですよね。うん、みんな八戸の味ってなんだべと思って、そう俺八戸の味だと思ってたんだよね。字幕は出さないけどね、察してください。うん、子供だったんでしょうがないと思いますけどね、そういう風に思ってたんですよね。でもいちご煮はねすごい有名な食べ物で、 CM 用具がね青森の中で入ってたっていうので記憶があります。問題5、青森県に本当にあるかぼちゃはなんだ。これはなんだべ、あ正直にわかんない。なのでちょっと当てに行きましょう。一刀両断かぼちゃだべ。どれどれ、あれやっぱ一級入魂がいんだのが、一級入魂かぼちゃってのがあるらしいですね。初めて知りました、すいません。はい、一級入魂かぼちゃってのが青森あるらしいですね。いやすごい、初めて知りました。これはね詳しくなってね、かぼちゃぜひ食べてみたいと思います。問題6、東北三大祭りの一つで1980年には国の重要無形民族文化財にも指定されているお祭りは。これはやっぱ青森なのでねぶた祭りです。はい、これはね全然ねぶた祭りですよ。この3択なんだばわかるっつーの、全然余裕でしたね。ねぶたはやっぱりね青森のね文化、青森といえばねぶたって言い切れるくらいなんでね、やっぱ青森のね一大イベントなのね、こんなのは外さないっすよ全然。はい、問題7、青森県の名産品津軽ロマンってなんだ。これはね全然簡単ですね、お米です。はい、こんなのはね簡単すぎますよ。もうご飯の国からやってきたお米大使がやってきた、ご飯を食べれば勇気が湧くぞ、青森もりもり青森前なんですよ。それでピークなってドラえもんが入るんですよ。この一連の流れで子供の頃に叩き込まれてんだから、全然もう津軽ロマンといえばお米なんですよ、簡単です。はい、問題8、十和田湖のシンボルにもなっている像は何でしょう。あーりゃー、まあでもこれはねこの3択でしょ、これ乙女の像だと思います。はい、言いましょう。はい、乙女の像ですね。これもね行ったことあるんで知ってますよ。高校の時にねみんなで遠足でね十和田湖に行ってね、十和田湖にジャブジャブ使った記憶があるのでね、これは覚えてます全然。はい、問題9、青森県青森市のソウルフードといえば何ラーメンかな。これは簡単ですよ、正解は味噌カレー牛乳ラーメンですね。これは全然簡単です。はい正解でした。もう味噌カレー牛乳ラーメンねめちゃめちゃうまいから、本当にみんなまずいと思ってさ県外の人思うかもしれないけど、これ本当にうめえからね。うん、止まんねくなってもあるから、本当にうめえから、牛乳とバターぶち込んでさ、そしたらカレー回してさ、もう本当に美味しいからね。うん、これねちょっと語彙力ないから説明できないんだけど、もう食べてみればわかる、美味しいです。問題10、青森県の白神山地にある青池は鮮やかで透き通ったブルーが美しい湖だよ、青色の理由は何かな。はあ、なるほどね、青い理由、なるほど、水の透明度が高い、
水の透明度が高かったら青くならないと思うので、原理はまだ解明されていないわけでもないと思うので、これは2番の水の中の藻が光に反射するでいきたいと思います。なんてこって、原理はまだ解明されていない、なんだ、天気や光の当たり具合、見る角度、季節や時間帯によっても違った青色に見えるんだよ。へえ、なんだ。実はね、これ生でまだ見たことがなくて、友達からもらった写真動画でしか見たことないんですけど、いや本当に綺麗なんですよ。でね、もう昔のさ、あのガラケー動画でとっても綺麗なのよ。だから今見てちゃんと生で見ればすんごい綺麗だと思うんですよね。わあ、これ行ったことない人は僕もですけどね、ぜひ行きましょう。